の19分です。コーナーキックから山田選手の見事なこれシュートが出ますよね。そうですね、これも見事なシュート技術ですよね、山田選手の技術の高さがここに見えましたよね。はい、そして得点シーンです。ここですね、そうですね、はい、走り込まれた選手に対して対応できなかったですからね、まあ、このことを先ほどね柳下監督が言ってたんですけどね。そうですね、ただあそこにそのゾーンディフェンスの弱点ではありますからね、そこに関してまた新たな対応が迫られてきてますよね。そして前半の30分です。このコンタクトのところ武井選手は抜き切ったんですよね。あ、そうですね、はい、そして二川から最後行くの、弾いたのは山本シュートです。しかし攻める方も攻める方ですが、しっかり守り切ってる、ここもジュビロらしさですよね。そうですね、山本シュートがしっかりと中に入っていました。そして1対0で後半に入って、後半の、50分です。通算タイムで50分。この山田選手の1人でハーフウェイ越えたところからドリブルで行って3人引きずれて、そして正確なクロスと正確な落とし、そして丁寧なシュート、ナスですね。完全にガンバのディフェンス陣を崩しましたよね。そうですね、これで1対1に同点に追いついたジブレですが、52分、今度はイグのシュート、ここもいい形で飛び込んできましたね。ただそれまではずっとジュビロペースでしたからね、それでもガンバはピンポイントでシュートシーンを演出してますよね、はい、73分、右からガンバ、佐々木から入れて、最後はラフィーニャですね。ここは2試合連続ゴールということで、そうですね、飛び込んできた遠藤選手にボランチの山本浩介選手もこうやってついてきてるんですよね、ただそこでそれをすり抜けていったところに決めるべくして決める選手がいたということでしょうね。クロスを上げた佐々木選手も途中交代でしたからね。そうですね、途中からピッチに